まあ王子なんだろうけどさ予想はしていたがビシッとしろよ。ああいう時くらい。ノクティス王子。何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。 知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルチシーまでお連れします。あ、僕もです。行くぞ。コルが車で待ってんだろ。ドロット、よろしくな。くれぐれも未来の俺で失礼のないようにな。どうぞそちらも ニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として 常に胸を張れ。 ダメだ。こいつが外の厳しさが。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。ああ、俺も喉乾いて死にそう。おい、起きろ。俺、働き。つか、車って乗るもんだよね。乗るもんだろう。いいから準備、行くぞ。 せーの。本当ないわ。ないよな。ノクティス王子。 調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。グラディオ頼む。なんだ、一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わらないでしょ。プロンプター話してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。エグに席変われ。さっき買ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。 あー、手痛い。おい、手抜くなよ。はいはいはい。電話やはり話し中だ。
ていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。世界広いわ。実感できるな。この実感やでしょ。お前ら押してるな。押してるよ。待ってたよ。どれが王子？はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君がラフレーナ様の結婚相手だ。遅くなって申し訳ない。あっちでじいじが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、ジドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっとしまった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に箱なら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。王子、この辺りは初めてだよね。地図あげるから、いろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。じいじが頑張ってるからもう少し待ってて。あ、エボニーだ。好みの品を選んでくれ。ノクト、ちょっといいか。整備費用の支配でもう金ない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文無しか。ああ、そうなる。だれよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あの小さ。あれ？まだ整備中だよ。どうしたの？整備代高いかなって。ん？なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。まさかのじいじの試練、やるしかないね。
でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。じいじには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。お前の車すげえ良くなったよな。だろ？有金つぎ込んだ甲斐があった。一緒に見ない？なんだ？そろそろ行くか。ブラムト、行こうぜ。今行く。まずはこいつらだな。やるぞ、ノクト。その調査ノクト。とどめかな。さっさと片付けようぜ。おい、手滑った。よし、次の地点へ向かおう。これ、何？電柱が折れているのか。一つや二つじゃなそうだ。どうすりゃこうなるんだ？わからない。嵐か地震か。すぐそこのハンマーヘッドは何ともなってねえけどな。でっかい怪物が通ったんだとりして。大事の相手がそんなんじゃねえといいな。次はこいつらだね。ガンガン行こう。ノクト、気をつける。そう。で。やば。や。今危なかったんだよ。別に離れてね。セイフ。グラディオ。はい。
さすがだなグラディオ。当たり前だろ。プラプト。よっ。当たれ。よっ。ナースプラプト。やったね。あと一箇所。さっさと行くぞ。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったら、ガディナと船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか。車の整備待ちしたら、ガーディナで船ね。車に乗れる日は本当に来るのか。不便だな、やっぱり。昼寝もできねえし。いや。心配してることじゃない。よし、電気多いな。見てみる。シドニーから何だって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なんだ。え？すぐ近くの小屋にいるらしい。ノクト！こいつ！シャッター！大丈夫？助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。ひとかに言っとくか。はっせい！うわっ、仲間にやられるのかないわ。わっかとって、ブロックと参考ってね。と
ここまでだ。行こうよ。おう。おい、あっちにも小屋が見えるぜ。いや、待ってくれ。提案がある。なんだあいつ。トーテツというモンスターだ。あの鋭い牙を獲物に突き立て巣穴が引き出して食べるらしい。それさ、ラプター、サンキュー。ああ、どうさて、大丈夫か。ああ、なんとか。もらった。エグルス、ドゥッ。無事に済んだな。そこに誰かいるのか。あんた、ハンターのデイブか。探したぜ。おい、大丈夫か。ああ、俺を探しにいたのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒した中、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいない。君はハンターではなさそうだな。頼めるか。ケザ、俺たちに任せとけ。オンに切る。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。いい判断だ。さあ、気合い入れて臨もうぜ。相手はどうも変種のようでな。妙なのが増える前に片付けたい。一旦休憩して体勢を整えよう。よし、近くの調べでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺、彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。
よっ。あちいな。そうだな。キャンプにするか。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。一番かしいって？陛下の旅の間、シドがあのクマを見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ。大切に乗う。そうだな。
Thank you.
っさと片付けようぜ。ほら、おとなしくしてもらおう。こっちこっち。よっ、はい、よっ、せれ、はい、それ無駄だ。で、よっ、悪い。ノクト強。まあ、素早いな。
歩きじゃ限界あるよな。オート育ちだしね、俺たち。車が戻ってくるまでの辛抱だ。そうだね。見て、あれじゃない？デュアルホーンか。デイブの言う通り変種のようだな。放っておくわけにはいかなそうだ。滑った。待て。なになに。やつはだいぶ気性が荒そうだ。そう、なんかぼんやりしてない。来るぞ。うわっ。おやった、すっげえ。さすが。まだだ。うわあ。さあ、体で。Let's go!
大丈夫。当たれ。無事だな。はいはい。行くぞ。ああ。ねえ、電話。はい。見つけてくれてありがとう。デイブとも連絡取れたよ。ああ。お疲れ様。こっちの整備ももう終わったよ。あ、そうだ。せっかくだからこの子カスタマイズしてみない？じゃあそれで。工場まで戻っておいで。わかった。さて次の運転役だが、ずっとイグニスでいいんじゃない？だな。外じゃ燃料切れも命取りだ。俺自信なくしたよね。俺同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈でな。シドニーって彼氏いるのかな？いないと思うぜ。なんでお前がわかるんだよ。見りゃわかるだろう。あれはなかなかガードが硬いと思うぜ。グラディオさんでも手を焼くんです？どうだろうな。今は王子の重りが優先だかな。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わった。なんだ。やっばでっか。あれ生き物、あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。いいな。そうだな。ねえ、休憩しない？ああ、そうだな。来ないのか？待たせたね。ほら、綺麗になったでしょ。
こりゃもう汚せねえな。よし、じゃあレガリアと写真撮ろう。大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？ああ、いいけど。ありがとう。まあ、実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。ああ、そうだな。分かっているとは思うが、慎重にな。私は行くぞ。行こうか。ハンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったらもう行けないよね。あ、好きに行けばいいだろ。終わる前でもその後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか。じゃあそん時はレガリア貸してる。おお、あ、いや待って、それやっぱダメだ。オート帰ったら俺車考える。
し、この辺までにしておこう。外道に慣れるまではしばらく俺に運転させてくれ。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから車はそのままでいいよ。アンブラ、届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。あの、うん、お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。いいぞ、気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。ちょっといいかい？さっきの荷物にメルダシオってのが紛れててさ。メルダシオ、ハンターの教会か。ああ、近くにそこの偉い人が来てるんだけど、探して届けてもらえない？ノクト、ついだし持ってってあげようよ。ん？いらっしゃい。部屋なら空いてるよ。今日はここまでだな。柔らかいベッドで寝れる。感じに取れたな。レアリアもちゃんと入れたよ。